小学校の先輩でもあり、ま、その地元のスターだったじゃないですかで、まあ、僕もいろんな部屋からスカート着て、えー、まあいくつか来た中で、まあ、いろんな部屋全部行かしてもらったんですけど結局中村部屋に選んだ理由が通信教育の学校行けるっていうのがあったんですよ初めたばっかりだったんでそれが結構大きかったかなっていうのはありましたねで僕もも最初も 3年行っったたらやめよようと思ってたんですよぶっちゃけぶっちゃけ3年行って通信教育の、えー、卒業資格もらってほんで毎月毎月相撲やってて給料もらえたらいいやと思ってたんでだから3年行ったらもうやめてやろうと思って相撲自体うそうですそれが3年ぐらい目でちょうど幕下上がったぐらいの時に、うん、相撲楽しいなと思い出して続けましたね膝怪我しなかったら まあ幕内は楽に言ってたなそうですねまだ同期で言うと今は高安関とか高安いたん高安が同期ぐらいなんで